んにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は初めて来ました、トライクル琥珀の竜宮ガメ姫出現、これ行ってみたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのゾンビバで行ってみたいと思います。というのもね、僕はギアサードとか持ってないし、なんかね、貫通しまくるパーなんつーの、敵の防御を下げて貫通しまくるみたいなパーティーがあるんですけど、それの場合途中で姫ガメが出た場合終わるらしいんだよ。でよ、なので僕はどっちかといったらあんまりスタミナ回復に石を使えない人なんだよ。ほぼ無課金、ガチャ以外無課金の人なんで、なのでできるだけもういったスタミナでは確実にもう倒したい、確実に倒したいとなると、やっぱこのゾンビパーですよ。まあビビか、ビビとあとシッソンソンか、まあラブーンとかね。まあでも今回はちょっとね、シッソンソンさんがいないんで、シッソンソンさんがいないんで、あのこの特攻サンジさん、特攻サンジさんも同じ効果なんでね。でちょっといけるかわかんないんですけど、まあ多分いけると思う。で固定ダメージの大固定ダメージの人しかいないんで、まあ多分これ全員貯めれればまあいけるでしょうと、まあ確実に貯めて確実に突破しようという動画でございます。いきましょう。まあなので、あんまり貫通したいって人はちょっと、ね、あんまり参考にならないと思います。僕はもう本当にもう確実にスタミナを無駄にしないパーでいくんで、よろしくお願いします。スタミナを無駄にしないパー、スタミナを無駄にしないパーなんだよそのパーそのパーなんだよ。まあでもね、そのゾンビパーがなんだかんだ一番安定をすると思う。うん、まああの船長封じされなければね。今までのあれと一緒だった、あの何でしたっけ、あれって何でしたっけ、今までのあれです、何でしたっけ黒亀ね、黒亀の、あ、亀姫ね、亀姫と同じだったら大丈夫。ちょっとまず3体同時ってやめてよ、3体同時だとやばいよね、ちょっとね、3体同時だとちょっとやばいんで、もうこれ倒しちゃいます。よし、2体ぐらいだとまだ耐えれる。でちょっとでも体力を上げるために2人にしか残波かかんないけど、棺船にしました、一応ね。ちょっとでも体力を上げる。よし、まあなんとかなるべ。と思ってるけど。ちょっとまあ、早送りできそうなとこちょっとします。ちゃんとね。うわ、てか、ルフィがチャインってなんでめっちゃかっこいいんだけど。かっこいい。ルフィがいるよ。ルフィがいる。これ、突破しない方がいいかな。問題は、別に2体出てこなきゃね、姫亀が2体出てこなければ別にこの3人あとエネルだけ貯めれば問題ないんだよね。なんだけど 2体出てきた時のことを考えてるんで、そう、2体出てきた時のことを考えると、うん、あんまりだよね。ちょっと待って、今4の人が攻撃した方がいいよね。4の人誰、4の人誰、それが分かりません。4の人エンジェルさんに、あ、エンジェルさんです。なんでエンジェルさんの攻撃していこう。でターンを貯める、ここでできるだけターンを貯める、ここでもう貯めまくる。エンネルさんでも貯める、うん、かっこいい、ヒノヒノかっこいい人しかいない。あ、ビビはかっこいいじゃなくてかわいいんだけど、いい、もう素晴らしい。このパーティー、このパーティーなんかすごくない？まあ32人いるけど、特攻30を受かって何にも知らないな、使わないでまずターン稼ぐことは大事ですから。まあこれでこんだけいった一面で稼げれば、てか別に何体もそんなに倒す必要なかったかも。今そこそこ残して普通に食らっても大丈夫かもしれないね。これ一旦ごとに1700回復するから、そんなに焦ってあんなにいっぱい倒す必要なかったかも、うん、もうちょっと残してもよかったね、一応。でルフィが溜まればもう何でもバッチコイ、何でもバッチコイ。2体来なかった場合はもうそもそもこの今2人溜まったね、固定ダメージ4に2人溜まって、あとエンデルが溜まればもう余裕と。2体来るかな、来てほしい、どうせなら。来ないよね、来ない来ない。で多分おじいちゃんが結構同時に来ると結構なおじいちゃんなので、結構なおじいちゃんは、あ、やべ、逆だった、こっちだった、こっちのおじいちゃんの方がターンが別々、ターンが別々なじいちゃんで、これどうせあのおー、え、めちゃくちゃかっこいいんだけど、サンジやべえかな、これ大丈夫かな、大丈夫かな、サンジがクソかっこいいというの、え、ちょっと待って待って、お肉取っときたい。でもあ、取っとこう、お肉取っとこう、一応ね、念のため多分本当に回復命なんで、よしよし。で、チューニングになってくれたから、よしよし。あぶね、左のおじいちゃん先倒して方がいいね。先倒します。よし。こっちはちょっと倒さないとやばめのおじいちゃんだから。やばめおじいちゃんを倒す。これ大丈夫かな ?4 体で大丈夫、受けて。大丈夫か、大丈夫、結構食らってる。結構。結構食らったな。まあ、ルフィ溜まるべ。でもこんだけあれば。あとはこのザコさんたちを残して。あ、待って、1体ぐらい倒さないとやばいか。まあいいや、ちょっと、で、回復しよう。落ち着いて。落ち着いていけば絶対勝てますから。絶対勝てますから。よし、まあ、ここでもう一回回復するから、まあ大丈夫だね。よし。で、とりあえずこのおじいちゃん先倒す。
先に倒す。ちょっとヤバめのおじいちゃん、ヤバめのおじいちゃんを倒す。よし、でまあいいでしょう。あとはまあ食らっても食らっても別にまあなんとかなる、なんとかなる範囲だと思う。 OKOKOK で、もうまあもうこのパーティー全然食べれんじゃん、本当に。で2面とか1面で姫亀が来ちゃうと結構きついんだよね。あの人ロックしてくるから、ロックしてくると、あの船長ロックされると結構しんどいっていう感じなので、そうじゃなければ多分大丈夫だ。まあそれはそうだよ、それはってか普通に、それはどのパー、これもあれだから、姫亀が2匹来るよう想定してますから、もうそれ以外は何の参考にもなりません。なので、あ、もういいやと思ったら、ここで動画を終わりにしてください。自分から動画の終了を促す動画ってあるんです。まあちょっといけるところ、ちょっと早くしようか、早くしよう、お願いします。はい、でまあここでちょっと突破して、突破させていただいて、どうせなら姫亀2匹ぐらい来てほしいなーね。もう一回来てほしい、一回来て、これか、来ないねー、姫亀が来ない。で来た場合は最初にあれだね、エネルと、ちょっとこれが終わってないんです、させていただいて喋れないって。あれ、エネルも自分体力減るっけ、変だよね。うん、変だ。なので、もし姫亀が途中で来た場合は、ルフィ以外の、3人だね。ルフィ以外の3人を使う。で、最後に、ルフィ。じゃないと、ルフィは体力が減っちゃうから、最初にルフィ減っちゃうと、死ぬ可能性が非常に高くなるんで、もうルフィは最終奥義です。最終奥義。最終奥義はルフィだけ取っとく。どうせなら来てほしいな、来てほしいな、来ないかな。もし来た場合は、ルフィ以外を使うと。はい、OK。まあ来なそうだね。次で来なかったらもう来ないから。はい、どうでしょうか。せっかくなら来てほしいけれども、せっかくで来ない。全然来ねえよ。あ、もう全然来ないから、別にいいのか。ここ使っちゃってね。使っちゃっていいよね。最後ルフィドーンってやればいいだけだからね。一人使っちゃいます、もうここで。はい、お願いします。サンジさんに。はい、バン。久しぶり。ディアブルジャンプ。で、これ使って、ドーンと。で、最後にもうルフィをドーン。楽勝です。楽勝。まあ、ルフィがいなかったら、だから、ルフィがいるとありがたいんだよね。ルフィがいないと決戦エネルになっちゃうから、じゃこのパーティーめっちゃおすすめ。もし決戦のエネルと特攻ルフィを持ってる方にはめちゃくちゃおすすめだと思います。お願いします。はい、ゴムゴムのギガントトラックス。はい。これで、多分飛ぶよね。大丈夫だよ。固定ダメージとか言って、ここまで調子乗ってて、倒せなかったかもしれない。大丈夫だよね。大丈夫。はい、ドーン、落ちないんかーい、しかも。まあそんな感じです。多分特攻ルフィいる人はめっちゃいい。で、特攻ルフィいなかったら結構そこそこしんどいかもね。特攻ルフィなしの、まあ、イヌッペとかか。で、まあ、固定ダメージ要因をやってって感じかな。まあ結成エネルにしちゃって。でもそうするとエネル2人入れられないからさ、そこなんだよね、きついのが。で、一応まあ特攻ルフィいると、そのスタミナを無駄にせず、なんとかまあこう倒せると。でも今もう10分ぐらいかかったんだよね。10分かかってるからな。10分かかって誰も落ちない。姫亀落ちなかった。はい、そんな感じで黄色の姫亀挑んでみたいでございました。まあもう今回もパーティーとか関係ないし、多分どのか姫亀も多分このパーティーだったら、まあスタミナを無駄にすることなく一応クリアはできる。多分。2回来ても。ただちょっと時間がかかるんだよね。だまあスタミナ無駄にしていい人からしたらちょっとまああんまりだったかもしれないですけどね。はい、そんな感じでございました。今日も動画見てくれてありがとう。またいろんな動画上げていくので、また見てください。はい、それじゃあ、バイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう。バイバイ。姫亀が落ちません。姫亀なんで落ちないの。バイバイ。いやね、そのチャンネル登録っていうのはさ、やっぱその見てる側が、あ、このチャンネルいいな、って、そう思った時に初めて、そのチャンネル登録ってするものであって、やっぱこの動画出してる側からさ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いしますって、なんかそう言ってやるのってなんかやっぱちょっと違うと思うんだよね。で、そうじゃない？で、だからさ、まあそんな僕からね、一つだけ皆さんに言いたいことがあります。チャンネル登録お願いします。で、スマホの人はここタップすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いしますよ。で、パソコンの人はここクリックすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いします。明日も頑張ろう。バイバーイ。